ウィリー・タベラスは、ドミニカ共和国エルマーナス・ミラバル州、テナレス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。同じく、メジャーリーガーのレオディタ・タベラスは、いとこに当たる。1999年5月27日に、アマチュアフリーエージェントで、クリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。2003年12月15日にルール5ドラフトで、ヒューストン・アストロズから指名され。 移籍した。2004年9月6日の新シシティレッツ戦でメジャーデビュー。ほとんどがダイソーによる出場だった。2005年はこの年の最多内野ア,アンダ最多バントアンダ最多単打を放ち、資格を残していた新人部門でも最多得点と最多アンダを記録した。またナショナルリーグ6位となる34盗塁、打率も291と結果を残した。 タベラスは前年限りでニューヨークメッツへ移籍したカルロスベルトランに代わる中堅主としての役割を果たしプレイヤー選出のナルイグ新人王に選ばれ記者投票の新人王はライアンハワードに次ぐ2位だった2006年開幕前の3月に第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出されたシーズンでは打率278とやや低調に終わったが この年も、最多番とンダとリーグ10位の33投類を記録した。またジェフ・ケントが2004年に記録した25試合連続アンダを、上回る30試合連続アンダを放ち、球団新記録となった。2006年12月12日に、ジェイソン・ジェニングス、ミゲル・アセンシオのトレードで、テイラー・バック・ホールズ、ジェイソン・ハーシュと共に、コロラド・ロッキーズへ移籍した。2007年は、 松井和夫と1.2番コンビを結成。打率、出塁率、超打率は自己最高となり、三振も自己最小に抑えた。バントアンダ38本は1992年にブレッド・バトラーが記録した40本に次ぐもので、両リーグ2位で19本のフアン・ピエールよりも2倍も多く放ち、成功率は64.4%だった。打率は、 320と初めて3割に乗せたが終盤に故障し97試合の出場にとどまりポストシーズン途中で復帰を果たす者の,の制裁を欠いたそれでもチーム最多となる33盗塁を決めるなどワールドシリーズ進出に貢献した2008年は打率251出塁率308と低調だったもの,の68盗塁をマークして 通るように輝いた。しかし、若手育成を優先するチームの意向で新たな契約を打診されず戦力外となり、12月12日に、ロンテンダー FA となった。2008年12月27日に2年総額625万ドルで、レッツと契約した。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。 シーズンでは、盗塁数が2005年以降では最低の25に終わり、打撃成績も振るわなかった。2010年2月1日にトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍したが、同日にリーフとなり、2月9日に自由契約となった。3月21日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。27試合に出場して1盗塁と、自慢の快速がなりを潜め。 5月21日に自由契約となった。6月3日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級リーハイバレー・アイアンピックスで23試合に出場したが、6月29日に自由契約となった。7月4日にアトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級グーイネット・ブレーブスで17試合に出場したが、 8月2日に自由契約となった。8月15日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル a 級オクラホマシキレットホークスで23試合に出場した。オフの11月6日に FA となった。2011年1月24日にロッキーズとマイナー契約を結び、2月8日に球団が発表した。この年は、 参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーし97試合に出場して打率300十本類打44打点13盗塁を記録したオフの11月2日に FA となった2012年12月11日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ2013年は開幕から 参加の AAA 級オマハストームチェイサーズでプレーしていたが7月25日に自由契約となった2014年はメキシカンリーグのプエブラパロッツに所属した2015年も当初はプエブラパロッツに所属していた5月15日に独立リーグであるアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約2016年4月11日に クエブラ・パロッツと契約した。2017年2月21日にトレードで、モンクローバス・ティーラーズへ移籍した。2018年は、所属球団なく、2019年5月13日に、シュガーランド・スキーターズと契約した。7月22日に自由契約となった。ありがとうございます。